北海道医療大学のボールパーク A 店が決定。北海道当別町で北海道医療大学を運営する法人の鈴木英二理事長は9月29日午前9時ごろ、北広島市役所を訪れ、大学の移転決定を報告しました。上野正造北広島市長は協力していきたいと応じたということです。大学が移転を決めたのはファイターズのボールパーク F ビレッジ内で JR の新駅開業に合わせ、2028年4月の移転を目指しています。心躍るものがある。大学と北広島市ばかりでなく、医療系とスポーツ日本ハム何か連携したことができれば、大学とファイターズ、北広島市は10月中旬にも会見を開き、移転案などを説明する方針です。北広島すげーのな。やっぱ野球は影響力あるな。2028年って札幌市が札幌ドームに400億もかけて体育館が完成する年と同じですな。当別にもキャンパスは残す。北海道医療大学移転で理事長が当別町で説明。北海道劇返還は措置ってところやね。地域に恩恵をもたらす本物の地域密着、自治体に種をたかるだけの偽物の地域密着とは違う。これニュース見たら当別町が大学に町の経済頼ってるみたいなこと言ってたけど、大学生に頼りっきりの状況の方がヤバくないか。実際でかいだろ。人口1万なんぼのところに学生だけでなく先生や職員などもいるんだから。現状学生3600人で教職合わせたら4000だか4500、その学生も900人が当別のアパート借りてる。仮に家賃5万としても年60万だからな。町全体でも5億4000万の家賃収入がなくなる。まあ北広島にある方が道外から学生を集めやすいんだろうな。ところで何が理由で日ハムと札幌ドームが揉めたの？揉めたというか日ハムが自社の収益増を狙って球場を建てただけ。札幌ドームの搾取が見にくいから。札幌ドームの値上げ、堪忍袋の尾が切れた。リアルシムシティみたいで視聴楽しいだろうな。これで JR 北海道も駅を作りやすくなったろ。 F ビレッジマジでヤバいよな。一つの街ができていってる。球団はスポーツだし、親会社は食品会社だし、医療系が組むにはこれ以上ない相手か。野球を核にして人が集まる。あとは日ハムが強くなるだけだな。